田島真美さんからのコメントでございます。中共は沖縄北海道ひいては日本列島を丸ごと狙ってくると思います。私もそう思います。証拠に粛々と親中派の知事たちの名前が出てきております。そうですね、もしかして中共は知事たちにお金をばらまいているのか。それはあるでしょう、北海道にしても静岡にしても知事とあろうものが洗脳されて親中派が政府メディア日本はクレイジーですと、そういうところが多いですね。まだ全体が毒されたわけではないので十分制御できる段階だと思います。今の歪んだ日本を日本第一と桜井誠党首に正しい方向に導いて立て直して行動していただきたいですと書いておりますね。桜井さんね、結構ね歯切れのいい、北方でね、私もね動画たくさん見ましたよ。桜井誠ちょっと過激ですけども、でもその通りだなと思うことが結構多いんですよね。田島真美さんはおそらく日本第一党の桜井誠さんを応援してらっしゃると思いますんで、前回の知事選でもね桜井さんがあれほどの前回の得票数を得ていながら、まあ、メディアへの露出がね極端に少なかったことを危惧してらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。私はねあれもねちょっとねなんでなのかなと思いましたけども、まあこれはねメディアの見方をするわけではないんですけども、桜井誠さんの過激な発言は地上派向けではないのかなというところもあります。ただですね、そんなことを言ってたらもうねいつまでたっても中国親中派ですか、こういった方にメディアも乗っ取られたままなので、まあ、これはねちょっと過激な論も呈していかないといけないかなと、桜井誠さんはおそらくですけどもこの日本がね中国に侵略されていることに大変な危惧を持っていらっしゃって、立ち上がれ日本民族みたいなね大和魂を喚起してくださる方ではないかなと思いますよね。まあ、これからも桜井さんの情報を取っていきたいと思いますんで、田島さんまたコメント書いてください。桜井誠さんね日本第一党、私もね活動非常に注目しております。では失礼します。